いやわざわざ即労させてすまん。先の任務についてカーギル。あの男が他人を褒めるなと珍しい。素晴らしい活躍だった。お、ストイックな君たちが護衛した特殊部隊の破壊工作が成功し、現在オーディネル軍が混乱している。この機に乗じて我が軍は彼らに決戦を仕掛けるぞ。そうか、君たちはこの作戦に参加してもらう。決戦ですか。ああ、そう。敵の主力は後方を襲い、アイゼンバント橋に立ち往生し、この隙我々は敵の拠点であるオーディネルを攻めようとする。終結ポイントはクラスダールの先、オーディネルへと向かう道の加点の場所だ。状況は刻一刻と変化している。何としても前線の部隊と合流してほしい。終結ポイントまでの移動は困難だ。君たちならば可能だと判断した。それは君の判断に一任し、いち早く前線と合流するためなら手段や手法は問わない。それで返答を。クラスダールの先か。そこからオーディネルに攻め込む。あそこに行くには南の間国境橋を渡る以外に何か方法があったでしょうか。報告します。先日の遺跡の前を通ればクラスダールの近くにいると推測します。誰を連れていく。部屋でメンバーを選んでいきましょう。陛下。マスター。
やっぱりこうなってしまったじゃないですか。召喚術を消すためとはいえ、かつての仲間と戦うことになるなんて、これが本当にあなたの望んだ結果ですか。どうしてこんなことになっちゃったんでしょうね。あなたを倒すことでこの悲劇が終わるなら、できませんよ。あなたを撃つなんて僕の負けです。さあ切ってください。さあにゃ、レムス何をしてるにゃ。早く逃げるにゃ。レムス、マスター大丈夫でしたか。一人では危険ですよ。それで敵はどこに。レムスさんが。そうだったんですか、マスター。レムス様とも戦わなければいけないのですか。本気なんだな。わかったリーダー、俺はあんたの判断に従うよ。ここまで来ればもう大丈夫かにゃ。そうだね。にゃにゃ、もうやめませんか。こんなことに意味なんかありませんよ。いいえ、僕は姉さんを守らないといけません。僕はあの時あなたよりも姉さんを選んだんですね。レオニャも戦うにゃ。ご主人様はもう敵なのにゃ。おじいちゃんもマグニャスもいい人だったのにもういないにゃ。レムスまでいなくならせたりしないのにゃ。待って、待ってください。ブレーネ、いいえ下がりません。もう私はあなたに傷つけられる人も仲間を傷つけるあなたもこれ以上見ていられません。ブレーネは本気だな。どうするリーダー。いいえ、私は落ち着いてます。あなたを止めるために。命がある以上これ以上失わせるわけにはいきません。本当に良かったんですか、フレーネさん。こうでもしなければ彼は止まりません。私たちで彼の目を覚まさせるんです。分かったにゃ、レオニャも協力するにゃ。マスター、報告します。こちらに向かってきます。危険を報告します。お願いします。行くぞ。行くよ。どうしますか。お願いします。指示をくれ。しかないんですね。ご主人様の剣はレオニャが受け止めてみせるにゃ。次は
悪いけど手は抜かないよ。守るためにね。覚悟の上です。負けられない。姉さんが僕を待っているんだ。よう、レムス。また戦うことになるとはな。そうですね。基地にいた時は考えもしませんでした。召喚術を消すためにあんたはとっくに覚悟してると思ってたよ。誰かを傷つけるだけの覚悟なんて、そんなのもう嫌なんです。僕が残っています。指示をくれ。行くぞ。あなたを止めてみせます。倒れるわけにはいきません。
かを傷つけるの見たくて、弱くてごめんなさい。本当にごめんなさい。私でもあなたに何もできない。でも無事だったのですから、そんなはずがありません。マスター、提案します。次の任務へ早く向かいましょう。敵の増援が来ますよ。ああ、来てくれましたか。申し訳ありません。早速作戦に参加してください。すでにオーディネル内には潜入した工作部隊がいます。その数はまだ十分ではありません。せめてあと5人。その5人が配置にしては、歩兵が行動を開始する手はず。5人で構いません。まもなく制圧部隊が出発します。それまでできるだけ敵兵を減らしてください。戦争が終わるか長引くか、全てこの戦いにかかっています。危険を報告します。お願いします。お前の名は
までだ。はっ！シルバエル卿が。どうしますか。まさかこっちにお前らが来てたとはな。ディアーナでも止められなかったか。いや、気合い入れていかないとな。陽動部隊は失敗したようですね。オーディネル卿まで来てしまいましたか。ここまでじゃ失敗はできません。頼みましたよ。そんな、クリストファー様が。まだ息はあるのです。彼はこちらで引き取りました。オーディネル当主との良い交渉材料になりそうです。どうしますか。お願いします。Thank you.
どうしますか。十分な人数が突入できたようですね。敵勢力はまだ残っています。ロイヤルガードらは敗北をし、抵抗もなく投降するでしょう。終わりました。素晴らしい働きでしたよ。正直驚きました。これだけ困難な任務を達成しておきながら、こなしただけと。ルードヴィッヒ閣下があなたを信頼する理由もわかりますね。しかしロイヤルガード相手もここまで被害が少なく終われるとは思ってもいませんでした。今の兵力ならば、このまま我々で押していけることでしょう。あなた方は一足先に戻って
ルードヴィッヒ閣下に報告をお願いしますよ。とにかく帰れるなら帰ろうか。行こう。ここの波動